ハリソン・ジョゼフ・ベイダーは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ウエストチェスター郡、ブロンクスビル出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のセントルイス・カージナルス所属。フロリダ大学時代は、リッチー・マーティンとチームメイトだった。2015年の MLB ドラフト30目で、セントルイス・カージナルスから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-Q ステート・カレッジ。 スパイクスでプロデビュー。A 級ピオリアチーフスでもプレイし、2球団合計で61試合に出場して打率。311、11本塁打、32打点、17、盗塁を記録した。2016年は、A 級スプリングフィールドカージナルスとトリプル A 級メンフィスレッドバーズでプレイし、2球団合計で131試合に出場して、打率。267、 11本類打58打点、13、盗塁を記録した。オフには、アリゾナフォールリーグに参加し、グレンデールデザートドックスに所属した。2017年は、開幕を、トリプル A 級メンフィスで迎え、7月25日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。同日のコロラドロッキーズ戦にて、7番、中堅守で、先発出場して、 メジャーデビューを果たすと、この試合で、初安打、サヨナラのホームを踏んで、初得点を記録した。9月1日のサンフランシスコジャイアンツ戦では、ジョニー・クレットから、メジャー初本塁打を放った。この年メジャーでは32試合に出場して打率、235、3本塁打、10打点、2盗塁を記録した。2018年は138試合に出場して、打率。 264、12本塁打、37打点、15、盗塁を記録した。2019年は128試合に出場して打率。205、12本塁打、39打点、11盗塁を記録した。ありがとうございます。